はい、皆さんこんにちは。ミラです。タカです。エイティブログです。私たちは京都に来てます。後ろに嵐山の有名な橋が映ってる。というわけで今日一日嵐山でね、いろいろ遊びたいと思います。ちなみに私たちはもう何回も嵐山に来たことがあるけど、そうだね、もう何年ぶりだから、もう本当に今日いろいろ再確認したい。今この橋渡ってるんだけどね、人がすっごい多い。やっぱこの紅葉の時期の週末の京都はすごいね。一番混む。そう。普通の都市と比べると多分今はめちゃくちゃ少ない。まあそうだね。外国人が少ない分少ないかもね。ということでまずは竹林に向かいますか。ああいい。竹林すごいよ。また人が増えたよ。また増えたね。やっぱりみんなあっちに行きたいね。京都に来たらショッピング、わかんないけど私はこういうのが探してて、ガマ口の財布ね。開いたらもう一個入ってる。親子ポーチみたいな感じで、ずっと探してたけどね。そうだから京都にどこにでも売ってるけど、京都以外にどこにも売ってない。だから今日はチャンス。はい、色を決めました。これにします。私の浴衣にも合うし、いいんじゃない。可愛らしいよ。竹林の方に入ってきたね。そう、暗くなってきたでもなんか風に揺られて竹がわさ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 ってなってるのが音がいいね。ね、並んでる縁結びだって。もう終わったよもう結んだよこの後もずっとこう強く縁が続くように縁結びで。タカが信じてるのがそれは自分次第でしょ。そうそうそう、自分次第だから神様にお願いする時点でアウトです。あ、そうなの。そうそう、今この竹林の中もこう人力車がこうゆっくり走ってて、着物を着て人力車の竹の全部、私たちも今日じゃなくてまた今度京都に来るときに、タカもちゃんと着物を着て、私も着物を着て人力車を予約してここで。ほらまた人力車入ってきた。だからタカは私の話を聞いてくれないってことだね。そうやりたいよってレナさん、15組待ち。あ、そういうことだね。40分ぐらいじゃない。今ちょうどね、お昼時だからね。違うよ、1時半だよ。もうお昼時を。まあお昼時ちょっと過ぎぐらい。レナもさすがにお腹空いてきたよ。食べれないね。やだ。時間ずらせばよかったね、もっとね。ずらしてる。ご飯諦めた。天龍寺に行く。ガーデンだけ。なっちゃん、こう世界遺産だよ。え、世界遺産なんだ。はい、ということで天龍寺のガーデンに。うわー、綺麗。このカエルちゃんの前にある皿に1円を入れたら運がいい。じゃあ1円を狙います。はい、狙って。入った。お、入った、すごっ。おめでとう。ありがとうございます。いただきます。京都に有名なニシンそばを注文しました。
そばはうまい。魚もうまいのかな。うん、おいしい。今にしぎそば食べたばっかなんだけど、お店出たら横にねソフトクリーム売ってたんで、これプレミアムでなんかチョコのコーンがチョコのアイスで、私チョコが大好きだからちょうどいいんじゃない。いただきます。うん、プレミアム本当に分かってる絶対適当にプレミアムって言ったでしょ。うん、うん、プレミアムバカアホなカップルだな私たちは今日車のレンタルをしたんですけど、何の車？ BMW の7シリーズを借りました。めちゃくちゃ快適です。車をせっかく借りたからちょっとだけでもドライブができればいいなと思って、うん、嵐山高尾パークウェイに、めちゃくちゃ紅葉が綺麗らしいので、それに今向かってます、ね、紅葉とあとなんか京都の街並みも展望台から見れるって書いてあったよ。行きます。あれは ETC がついてないかな昔ながらの。どうやって払うんだろう。手払いか。1200円。高い、意外と高いね。高、あと 500m ぐらいでも展望台に着くと。あ、そうなの。今2分も走ってないけどもう終わりですか。なんかアライブしました。めちゃくちゃ綺麗に見えるよ展望スポットから京都の街並み。ずっと京都。多分これカメラで全然伝わってないと思うけど、すごい綺麗、見晴らし超いい。坂の後ろに真っ赤だよね。綺麗だよね。なんかいい感じのカフェがあって、でここにめちゃくちゃ小さい展望台だよ。景色がすごいよ。ピリン、なんかこっちのバックの音がめちゃくちゃいいよ。そう、すごい快適な音。そう、あのピピピピピピピじゃなくてピリンピリン。すごい。ここになんか遊べるところがあるから、なんか遊ぼう。楽しそう。やろう。やだ。やりましょう。サッカー1台で400円だよ。めちゃくちゃコスパがいいよ。これ大人2人乗って壊れないのかな。大人2人乗っても大丈夫ですか。あ、大丈夫よかった。私のカバンが幸せの夕日に向かってレッツゴー。すごいすごいわお。本気でやる。うお、怖っ。早っ。うおこれまあまあ、短いよコースが。 OK。 危ない危ない。最高最高。到着です。ゴールって書いてあったよ。 OK。 わー楽しかった。完璧じゃん。ありがとうございます。面白いじゃん。本当に面白かった。面白い。今日のホテルの部屋に着きました。メルキュール京都ステーション。デザインを意識したビジネスホテルだね。だからちょっとだけ部屋を見せます。新しい感じ。ということでホテルにチェックインして、今から夜ご飯を。そうだね。下にイタリアンレストランが入ってて、今日の京都の動画が面白かったなら、ぜひいいねボタン押してください。まだチャンネル登録してない人はぜひチャンネル登録してくださいというわけでまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。